監督さん、明日の練習試合なんですけど、オーダーどうしますか？ストロベリーシェイク一つ。甘くて美味しい。よし、試合。9月17日。バル。マジや。18日、雄長大学と練習試合やんけ。しかも雄長大学ってお前、学園長の友達が経営してるからお前、でも勝てって学園長に言われてた。練習しないとやばいぞこれ。学園長、失礼します。今大丈夫でしょうか？いや、大丈夫だよ。あ、すいません、お忙しいところ。この間、学園長からお話いただいていた、外部コーチの件なんですが、私、お断りさせていただいたんですけども、やっぱり、外部コーチ、お願いさせていただいてもよろしいでしょうか？気が変わったんだね。そうだね、やっぱり連敗は止めないと。わかりました、はい、手配しておくね。お願いします。はーい、はいはいはーい、はい。もしもし、学園長、どうされました？言い忘れてたけどね、新コーチ、甲子園に5回出たんだけど、とても本番に弱くて、5回で40のエラーをしたみたいだから気をつけてね。OK、はい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 、最後まで最後まで最後まで、はい、最後まで最後まで、はい、最後まで、ほいほいほい、最後まで最後まで最後まで、よっしゃ。はい、太陽が待った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 。学園長、あ、もしもし、なる、今から忘年会だよ、なる。あー、いや、すいません、ちょっとまだ野球部の練習が残っておりまして。はい、ありがとうございます。よし、適当に切れて中身かせよう。
ある。あ、いや、まだ練習が残ってて。はい、ありがとうございます。くそが。戻るか。まだ練習が残ってて。はい。はい、ありがとうございます。くそが。戻るか。先生行くけど、しっかり最後までやって。オッケー。はい。で、翔太。はい。お前もう責任者。もうグランド整備から片付け。しっかり最後までお前が見届けろ。オッケー。はい。もう年明けの練習で絶対にボール1球残すなよ。はい。お前の責任になるからな。はい。あよな、みんなしっかりと。はい。さよなら。よっしゃ。失礼します。よし。帰ろう。え、いいっす。ええー、あいつも帰った。せいだ、あの整備とボール絶対残さない。絶対残さない。ボール一気に。はい、はい。俺が怒られねえ。頼むで。はい、はい。よろしく。はい、よろしく。はい、どうぞ。よっしゃ、もうボールなかったわ。本当に？大丈夫？大丈夫やな。お前のしない。大丈夫。整備も完璧やな。大丈夫大丈夫大丈夫。ボール一球押せたら翔太さんが怒るからな。大丈夫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 、絶対大丈夫。大丈夫やな。大丈夫。よし帰ろう。よし帰ろう。三次会はボールをしようと思ってましたが、さすがに終わっちゃってましたか。せっかくマイボールを持ってきたけど、誰もいないね。よし、このボールは寄付してあげましょう。バイ。もしもし学園長、おはようございます。おはよう。あーどうも。いい天気だね。あー、そうですね、良かったですね。おじさまがにっこりしていて気持ちいいよ。確かに試合日和になって良かったなっていうふうに。そんなことは分かってるかね。何笑ってるんだ、ヘラヤツだな。なる。今日の試合負けたら50連敗だよ。はい。いい格好しろ。負けたら辞任だからね。はい、終わっております。頑張ってね。はい。なる。
る。すいません、もう少しで攻撃が。すみませんじゃないんだよ。なる、50連敗なんて各方面に泥を塗るつもりか。すいません。君本当に分かってるのかね。この試合で負けたら辞任してもらう約束忘れないでね。仕方がないね。君も頑張っているから。今日の負けは私が何とかしましょう。実は今日負けたら辞任っていうのはね、理事長の判断なのだよ。早めに謝ったらきっと許してくれるから。ほら今すぐ電話しなさい。許してもらったんか。結局怖い。何してる、早く電話を。理事長に電話をかけて何を伝えるんですか。だから今日の負けを許してもらうんだ。まだ負けてませんが。まだ負けてませんが。君何言ってるの。ラスト1回で4対21だよ。それでも選手たちは最終回のグラウンドに立つんですよ。最後までグラウンドに立つ選手たちの勝利を信じてあげられないような指導者になるくらいならやめた方がマシです。6度目ですが、学園長、勝負の世界に情けはいりません。一度決めた約束は守り抜きますよ。勝ちますよ、あいつら。私は信じてる。来とるぞ、確実に。お、学園長。もしもし、もしもし、学園長、お疲れ様です。いや、もうね、最近は絶好調でして。最近やった新理論がね、型にはまりまして。昨日は、1試合で17得点ですよ。そうかい、期待してるよ。お任せください。確かラグビーは好調みたいだよ。あ、そうですか、ラグビーも。85点取ったんだって。おー、すごいすごい。学園が好調で嬉しいよ。いや、いいことですね。いろんな部活で切磋琢磨できて。いや、嬉しいことですよ。ラグビーは85点で、野球は17点5点で、何をやらかしてる。
なる。いや、学院長、それは種目で点数の入り方って。ビールの力で踊りなさい。なる。いいかい。押したのじゃ、100点取れた。100点学園長、今日はいよいよ試合だね。はい、ワクワクして昨日はぐっすり眠れたよ。よかったです。それに野球は好調みたいだね。そうそうですね。はい、中でも宮本君は心理論使いこなしていて、この前も満塁ホームラン打って4点入ったそうじゃないか。そうそうですね、はい、宮本調子いいです。すごいよ、いきなり4点なんて嬉しいよ。いや、それは喜んでいただけたらすごい良かったかなというふうに思いますね。すごい、1回で15分取られると聞いたぞ。え、いや、君すごい1回で15点だ。何をイライラしてる、どっちもあるぞ。なるほど。いや、学園長、ポイントの数え方が違うだけで。うわー、野球は4点負けてるじゃないか。なるなる。分かってるかね、今日の試合よー、拠点取らないと自信してもらうからね。おー、目まぐるしい活躍だよ。よーくやったよ、君は名指導者だ。これで学校の宣伝にもなる。心理論でどんどん活躍してくれたまえ。ありがとうございます。ですが学園長、実はその心理論なんですけど、少し様子を見てもよろしいでしょうか。というのも、心理論を一番取り込んでいる宮本という選手の打撃を見ると、何やら手首に違和感を覚えているみたいで、もしよかったらちょっと今は一旦。何をバカなこと言っている。この理論は学校名を売り込むチャンスだ。おい、心理論が原因だと決まったわけじゃない、たまたまだろ。山本君も他の選手もできるならギリギリまでやらせてあげなさい。わかってるかね、この試合で100点取らないと辞任する約束忘れないでね。はい。